斉藤さん周辺の地へ、皆さんと来ました。ちょうどこの辺りですね。お花が、遠藤さんが持ってきたお花が、これから看板をつけます。これが道警の捜索隊が目印にした3本の葉木です。オッケー。こっちはね、今溶けてきてそうなっただけだ。斉藤さん周辺の地。カット見たら跡ありますもんね。4日かかったよっていうか、あとは、ね。なんか言ってたね。だからこれシート敷いて、ちょうどこれに4日かかった感じで、シャークの様子あるような。尾根から何本ぐらいでしたっけ？すべてこれだったら、ちょっと待って。320引くだから40メーターか。何？距離か？いや、高度差。高度差は今ここ280。288だったから、ね、あそこで釣り上げたんですね。だからあの木が1メートルぐらい顔出したんで2日経ってる、2日経ってるからさ、これ残ったかもしれないね。斜めになった木っす。あ、じゃあこれだな。あっちだと思ったけど、これだと思うんだ。いや、今だからルートを見つけよう、うん、いや、ただいざとなったらもうだろ、最近あの兄弟連れてくるためにさすがにしてもいいよ。さあさあ、そこで国にちょっと跳ねくれ。それからも調整する。得意やな。はい、ここでヘリで釣り上げたところです。説明をカットして、ストレッチャーで釣り上げたようなストレッチャーの跡があります。はい、今斉藤さん周辺の地から降りてちょっと休憩します。これから。ずーっと沢を降りて釣り場所があります。ここはトドマツがあって標高288m ですね。うん、そうだ。そうなんです。遠藤さんの話聞いたら、これ変わってきてんだ、被害者ね。俺たち見つけてるのは何もなかったんだけど、ね、ただ、僕からしたら、ただ俺たちが騒いだ、お騒ぎしたけど、いやいや、なんか遠藤さんもそうかな。特にこう、今までだから、何やったか、気がする。話をしたんだけど、聞いた時にさ、俺たち見つけたんじゃなくて、ケアス見つけたけど、スキーの音、スキーの音。前があるからな。そうですね。結局、そういう意識というか人生はね。